ご紹介いただきありがとうございます。NBDC の森と申します。本日は皆さん、講習会にご参加いただきありがとうございます。私はですね、普段、科学技術振興機構の、バイオサイエンスデータベースセンターというところで広報担当の職員ということでやっております。で、今回の、講習会におきましても、事務局担当ということと、それから今回こうして一つ NBDC の事業内容を紹介させていただくような時間を設けさせていただきました。最初にですね、講習会全体のちょっとご説明といいますか、配布資料の確認をしたいと思うんですけど、皆様受付で一通り配布資料を受け取られているかと思います。配布資料の中には NBDC の、パンフレットで、このパンフレットの中には、NBDC のポータルサイトのキャプチャーの画像、人データベースの紹介、それから、私たちがやっているファンディング事業の、紹介というものが挟み込まれているかと思います。で、よいしょ。それに加えてライフサイエンス統合データベースセンターの活動紹介のチラシ、それから講習会で今回使用しますテキストをプリントアウトした紙資料がおそらく3種類入っているかと思います。その他に JSD の活動を紹介させていただくという意味込めまして、 JSD ニュースという冊子も中に入れさせていただいております。そしてですね、先ほどアンケートご記入のお願いというのをお話ありましたけれども、実はアンケート2種類中に入っております。こちら私たち NBDC の方で皆様にお願いするアンケート、それから受け入れ機関であります広島大学様の方から皆様にお願いするアンケートということで、少しお手数をおかけしてしまいますけれども、休憩時間と空いている時間にでもご記入いただいて、講習会の最後に受付等でご提出いただけると大変ありがたく存じます。もしも今読み上げた資料の中で足りないという方いましたら手を挙げていただけると、もう今のうちにお届けできるかと思いますが、大丈夫でしょうかね。はい、それでは講習会の内容の方に入っていきたいと思います。それでですね、今回まあ講義ありますけれども、紙で配布するのは、3種類だけですが、もうすでに、本日それから明日使う資料の方は所定の場所にアップロードされているのと、さらにこうやって使用したプレゼンの資料等も後ほどですね、NBDC のホームページの方から公開させていただきますので、もしも本当は来たかったんだけれども参加できなかったというようなお知り合いの方いらっしゃいましたら、この動画も今撮影しておりますものを後ほど公開したいと思いますので、そちらの方もご紹介いただけるとありがたいなというふうに思います。そしてですね、講習会の講師の方も数名こう TA のような形で今フロアの中にいていただいておりますので、もしも実習中に困ったことですとか質問がありましたら、ぜひどんどん質問していただければと思います。せっかくの機会ですので、活発な質疑応答などもあると非常にありがたく存じます。それでは、私の、講習のパートに入らせていただきます。このパートではですね、スライドを使いながら NBDC で提供しておりますサービスの使い方ですとか機能を紹介してまいります。で、その後にですね、ちょっと時間を作りまして、実際に皆様に手を動かしていただいて、配布資料に書いてあるような実習も行っていきたいと思っております。で、そうですね、目次こんな風になっておりますが、講習会を始めるにあたってですね、資料掲載場所、先ほど申し上げました資料掲載場所のご案内をしておきたいと思います。で、こちらなんですが、本日ですね、これ写していますが、必要であればお手元の方でですね、資料を確認いただいたりとか、もしくは
実習を行っていきたいと思いますので、まず機械に機械 PC にログインしていただいて、ぜひブラウザを立ち上げておいていただきたいなと思いますが、おそらく PC 持ち込まれている方はもうすでにあの PC 立ち上がっている状態かと思いますけれども、この会場の末置きの PC をご利用される方でまだあのアカウントにログインされてない方は今のうちにログインしていただいて、ブラウザも立ち上げておいていただけるとありがたく存じます。割とまだうまくログインできていない方もいらっしゃいますでしょうか。少しじゃあ今時間を取って話してしまいますけれども、よいしょ、こちら私たちの NBDC のポータルサイトとなっております。今回講習会に申し込んでいただいた方、まあ、トップページから入っていただいた方もいらっしゃるかとも思いますし、もしくは他のところからいらっしゃった方もいるんじゃないかなと思います。トップページからこの広報のところをたどっていっていただいてもですね、講習会のページにたどり着くことができますし、そうでなければもう検索エンジンでですね、アジャックス秋と打っていただければですね、すぐに、こちらの本日の講習会のページにたどり着けるんじゃないかなというふうに思います。で、こちらですね、ページの少し下の方に講習資料はこちらのサイトをご覧くださいというふうに書かれている、こちらのところをクリックしていただけますと、今日明日の講習会の資料置き場に行くかと思います、はい、こちらですね、紙資料を配布した、ものに関しましては、こちら紙資料配布、紙配布資料ありのところをクリックしていただけますと、配ったものと同じものを見ることができますし、紙資料がない先生方のものにつきましては、この講習のタイトルのところをクリックしていただけますと、それぞれの講習の資料置き場に行くことができますので、本日それから明日を通してこのページできれば開きっぱなしにしておいていただいてですね、あのもしもその他のことでブラウザ使うときには、あの新しいタブを開いてそちらで作業していただくと、このページは常に開いておくというふうにしていただけると非常にスムーズにいろんなこと進むかなというふうに思っております。というような、はい、お話をしておりますうちに、どうでしょうか、皆さんもうログインは済んで講習進めても大丈夫でしょうか。まだ立ち上がらないからいらっしゃいますか。はい、そうですね、それでは、そうですね、それ以外のことであればできるだけのお手伝いをと。あ、はい、そうしましたらですね、まだ少し実習入るまでに時間ありますので、初めに私たち NBDC の活動などを紹介していきたいと思いますので、ちょっとそのお話少しこう耳の半分で聞いていただきながらログイン作業を進めていただければなというふうに思います。ということですね、まず講習会の本題ということで、私たち NBDC が実施している事業についてご紹介させていただきます。で、NBDC はライフサイエンス分野のデータベースを統合することを目的として事業を行っておりますが、その事業についてこれまでの取り組みについて簡単にご紹介したいと思います。こちらの図はですね、本日お配りした NBDC のパンフレットの一番裏面にも掲載してあります。少しその歴史を振り返ることで、どういう目的で NBDC が設立され事業を行ってきたかということをご説明したいと思います。そもそもこう時代を遡りまして、2000年の11月、
科学技術会議ライフサイエンス部会においてゲノム情報科学における我が国の戦略についてという提言が出されました。こちらはヒトゲノム解読をはじめとする世界的なゲノム科学の進展を受けて日本としてのそのゲノム科学の、推進戦略を提案するといった内容でした。でそれを受けまして2001年の4月に JST 科学技術推進機構 の中にバイオインフォマティクス推進センター通称バードというセンターが設立されました。さらにその後2005年の8月に科学技術学術審議会において我が国におけるライフサイエンス分野のデータベース整備の在り方についてという提言が出まして、こちらを受けて各省庁において統合データベース整備の動きというものが出てまいりました。その中で2006年の4月に情報システム研究機構を中核機関として文部科学省は統合データベースプロジェクトというものを開始いたしました。そして2008年の12月に、総合科学技術会議ライフサイエンス、の統合データベース、統合データベースタスクフォースにおいて統合データベースのタスクフォース報告書ということで、先ほど、ご紹介しました情報システム研究機構の中にありますライフサイエンス統合データベースセンターとバードとの一体的な運用の提言ということで、それを受けまして2011年4月、まあ、今から約5年前に JST の中に、バイオサイエンスデータベースセンター NBDC が設置され、ライフサイエンスデータベース、ライフサイエンスデータベース統合推進事業というものが開始いたしました。でこちらはデータベースを統合しデータの共有を推進する試みというものを、取り組んでおります。で私たちが推進しているデータを共有することの意義とは一体何かというお話を差し上げたいと思います。で研究していらっしゃる、皆さんにとってはもうすでに、重々ご承知のことかと思いますけれども、サイエンスの世界において何か新規な主張を行うためにはそれを裏付けるエビデンスの提示というものが必要になります。つまりサイエンスの世界において本来的にデータは共有するものであるということが言えるかと思います。で、その意味としてここにいくつか列挙いたしましたけれども、まずその実験が本当に再現できるのか、その結果は真理であるかということを確認するための再現性で、データ自体が間違っていないかというものを検証するための透明性、また当初の研究とは違った観点から再解析やもしくは教育目的での利用といったデータの再利用、また近年では次世代シーケンサーのデータですとか各種の画像データなどこれまでの技術で取り扱うことの難しいデータが算定されていることから、データを共有することによって新しい解析技術の開発を促進するという意味も存在するかと思います。でまたこれは特に欧米においてよく言われることですけれども、研究費の多くは税金によって賄われております。で税金によって行われた研究成果は市民のものであり、それを手にするために税金をさらに投入することはないということは、基本的な考え方、市民は二度税金を払わないということは、欧米においてよく言われております。つまり公的資金を投じて得られたデータは共有するものだというのが世界的な潮流となってきております。でそういった潮流のキーワードとして、オープンサイエンスということが、よく言われております。でこちら2013年6月の、G8 の科学大臣会合の共同声明として、論文のオープンアクセスに加え研究データのオープン化をということが謳われております。それまで公的資金で行われた成果を論文化した場合にはその論文には自由にアクセスできるようにしようというオープンアクセスということに関する議論が進んでおりましたが、さらに一歩進んで論文の裏付けとなる研究データについても共有しようということが謳われた声明です。これを受けて各国での議論が活発化しまして、じゃあ具体的にどういうふうにそれを進めたらいいのかというようなことが非常に議論になってきて
ております。そして日本においても内閣府の国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会において集中的な議論が行われまして、2015年3月に報告書が出されております。で、そちらの中ではですね、公的研究資金を用いた研究成果、その中には論文や生成された研究データ等について、科学界はもとより産業界および社会一般から広く容易なアクセス利用を可能にし、知の創出に新たな道を開くとともに効果的に科学技術研究を推進することでイノベーションの創出につなげることを目指した新たなサイエンスということでオープンサイエンスというものが定義され、それを推進していくための方向性というものが示されております。で、まあ、今ご紹介しましたのはオープンサイエンスという最近の世界的な潮流とそれに対する日本の対応なんですけれども、そもそもこの科学技術振興機構 JST という組織においてはですね、科学技術の振興を進めるというのがミッションとして立てられているわけですけれども、それを実現するために、まあ、3本の柱といいますか、研究開発計画を立てる、科学技術イノベーションを起こす、科学技術イノベーションの基礎を作るという活動を掲げておりまして、でその3本目の柱として掲げられている科学技術イノベーションの、すみません、基盤を作るという、こちらの中に科学技術知識情報インフラの構築という項目が入っておりますので、こちらを根拠として先ほどご説明したような経緯を持って NBDC は設立をされたわけであります。まあ、NBDC は JST の中の一つのセンターですので、目的として生命科学分野のデータベースを使いやすくすることというものを掲げております。それを実現するためにデータベースを研究開発するための戦略を立てたり、データベース自体の充実化を行ったり、そしてそういったデータベースの公開を行うための場所を作ったり、サービスを運営したりというようなことを行っております。またネット上でデータを公開するということは海外からのデータ利用にも対応が必要になりますし、逆に海外ではすでにいろいろな機関からデータが公開されておりますので、そういったところと連携しながらという形で事業を行っております。で、実はこちらの図もパンフレットの中に入っているものなんですけれども、 NBDC 事業の研究開発技術開発にはどういったものがあるかということをご紹介しております。下の紫色の部分ではですね、生命科学のさまざまな分野において、そこでキーとなるような先生方にその分野のデータを取りまとめる中心となるようなデータベースを構築していただくためのファンディングプログラムというものを行っております。その中には糖鎖であるとかタンパク質、メタボローム、プロテオム、もしくはヒトゲノムの変異情報というようなものが含まれております。で、それに対して、右上の緑色の部分ではですね、そういったデータベースを統合するための基盤となる情報技術の開発というものを NBDC との共同研究として行っている、先ほどからご紹介しておりますライフサイエンス統合データベースセンターをご紹介している図となります。私たちのセンターではですね、データをこう物理的に1箇所に集めて、そのことによる統合というような中央集権的な統合ではなく、物理的には分散しているデータベースを情報技術を用いて統合的に利用しようという連邦型の統合データベースを目指した取り組みを行っております。そうですね、はい。それでは少し NBDC 自体のご説明長くなってしまいましたけれども、ここからは具体的に NBDC が提供しているサービスについてご紹介していきたいと思います。NBDC で提供しているサービスは、従来から指摘されていた生命科学のデータベースに関する問題点を少しでも解消するものとして行われておりますので、ここではその問題点がどういったものだったかということをまずご紹介したいと思います。まず、どんなデータベースがどこにあるのかわからない、自分が欲しいデータひょっとしたらすでに誰かが公開しているのではないかと、
自分で実験しなくてもすでにデータが存在するのであれば、それを使って自分は自分の新規な実験をするということが望ましいというふうに思われる方が多いのではないかと思います。またデータベースが公開されていても、複数のデータベースを横断的に検索、横断的に検索することができない、異なるインターフェースのデータベースを渡り歩きながら検索を行う必要があるというのは、これは非常に不便なものです。たとえデータ形式の異なる情報であっても、もう一括で検索できると、まあ、一番便利ですよねということは皆さん、ご理解いただけるのではないかと思います。一つ一つ検索するのではなく、公開されたデータセットを丸ごとダウンロードして自分の手持ちのデータと組み合わせて使いたいという要望も、多く聞いております。ですね、これらについて NBDC では、1番目の要望につきましては、日本国内の生命科学分野のデータベースを集めたカタログを作成して、どこにどんなデータベースがあるのかはっきりさせようじゃないかということを行っております。そして2番目の要望につきましては、複数のデータベースを一括で検索できるサービスを開発しております。さらに3番目の要望につきましては、データの一括ダウンロードをできる仕組みというものを構築しております。この後、実習を交えながら、それぞれのサービスをご紹介していきたいと思うんですけれども、その前にもう少しだけ、じゃあデータを利用する際の問題点として寄せられた、意見もいくつかご紹介したいと思います。まあ、様々な方法で使えそうなデータを見つけたとして、しかしそこにはまだここに示したような問題点があるということが指摘されておりました。まずデータベースがあっても、その中に一体どういうデータが入っているのかわからない。生命科学で出てくるデータというのは非常に多種多様であります。でしかも、そういったデータについて一つ一つの、項目に関して説明がバラバラであったり不十分であったりしてよくわからない、これは一体どういう条件で、どうやって得られたデータかということは判然としない、またそのデータセットの中に自分が必要とするデータが入っているかはなかなかわからない、使いたいデータを見つけようとしてもそれがなかなか困難であるという問題、すみません、さらにデータを見つけたとして、それをじゃあ一体自分はどうやってどの程度使っているのか、どういう使い方が許されているのかという、利用に際しての条件がそのデータベースによってバラバラであったり、そもそも条件が一体どこに書いてあるのかわからない、使った時に使用料がかかるのか、論文に引用するのは可能か、もしくは商用利用は可能かといった条件がわからないと、そのデータを十分に利用するということは困難になってしまいます。そこで、1番目の問題点への解決策としましては、データフォーマットの標準化ですとか、データの説明、すなわちメタデータの標準化といったものが考えられます。また2番目の問題への解決策としましては、データを集めるための仕組みというものが必要になってきます。もちろんこれは NBDC だけの取り組みではなく、公的な研究にはその成果としてのデータの帰宅を義務付けるといったことが必要になりますけれども、こちらにつきましても状況は少しずつ改善してきているのではないかと思います。3番目の問題の解決策としましては、利用条件の標準化とそれを明示することというのがとても重要になってまいります。またデータベースの著作権ということについては、これは非常に議論があるところでありますけれども、私たちとしましてはデータを出した方の努力がきちんと報われるということも非常に重要だと考えておりますので、データ作成者の著作権表示をきちんとするということを進めております。そして、商用利用かなのか、それとも非商用利用に限るのかといった区別、もしくは公開条件や引用方法というものが特に制限として定められているものであるならば、それを明示するということを進めております。で、今申し上げたようなものの中から、利用条件については特に分かりやすく提示するために、NBDC ではクリエイティブコモンズというものを使用しております。クリエイティブコモンズ CC というのは、著作権に関して再利用と共有を促進する仕組みとなります。著作権というのはそもそも、
著作権者に対して非常に大きな権利を与えるもので、にもかかわらずこれまではその著作権で保護されているのかいないのかという、二択でしかなかなか語られることがありませんでした。しかし、著作権者が利用条件を明示することで、その条件を守るならばあとは自由に使ってよいというふうにすることで、再利用と共有は促進されると考えられます。具体的には利用に関する条件を表す4種類のマークを組み合わせることで6種類の利用条件を選択することができるという枠組みになっております。4種類のマークは誰の著作物であるかという作品のクレジットをちゃんと表示することという表示、それから営利目的の利用を禁ずる非営利、また元の作品の改変を禁止する改変禁止、元の作品を利用して二次著作物を作成した場合元の作品と同じ CC で公開することを求める継承、といった4つになります。これらを組み合わせて利用条件を示すというのはクリエイティブコモンズの枠組みとなります。で、こちら少し小さいですが、ここですね、はい、この資料のページの下にも書いてあります通りこの資料自体もCC by、表示を求めるという、条件の下で公開を行っているものとなります。で、NBDC で主に使用しているクリエイティブコモンズのライセンスは3つです。利用の自由度の高さに従って、そうですね、利用度が下が高いもの、上が利用度が低いものということで3つ並べてあります。でこれらの3つというのはその以下の条件の下で複製、再配布、改変、営利目的での利用が可能ということになっております。1つ目は CC 表示継承というもので、こちらは作成者、URL などのクレジットを表示することと同じ CC 表示継承ライセンスで配布することを条件に利用可能とするものです。2つ目は CC 表示というもので、こちらはクレジットを表示さえすれば、あとは自由に利用可能と。さらに3つ目は CC0 というもので、こちらはですね、先ほどご説明した6つのライセンスよりもさらに自由なもので、利用条件がないことをあえて宣言するものであります。パブリックドメインというふうにも書いてありますけれども、利用する上で一切の制限をつけないということになります。NBDC ではこれら3つのライセンスを用いて資料等の公開といったものを行っております。さて、ここからは先ほど紹介した3つのサービスについて詳しく説明していきたいと思います。それぞれのサービスについての説明の後には実際に手を動かして簡単な実習を行っていただく予定でありますけれども、とても簡単な作業ですので、もしよろしければ自分の興味に従って自由な検索ですとか、調べ物ということも行っていただければというふうに思っております。それではまず、各サービスの場所をご案内いたします。先ほど少し NBDC のポータルサイトを映しましたけれども、そのポータルサイトの中から先ほどご説明したカタログ、一括検索、一括ダウンロードというものをご利用していただくことができます。できればこれもですね、新しいタブで NBDC ポータルを開いていただければなと思います。サービス渡り歩くときにですね、いちいち戻るで元に戻ってというふうにするのも、めんどくさいかと思いますので、できれば新しいタブで。で、NBDC のポータルサイトはですね、もう NBDC と打って検索していただければ、まず間違いなくトップに出てくるかと思いますので、そちらで NBDC のポータルサイトトップページを開いておいていただきたいと思います。これは特にそうですね、問題があるような作業ではないかと思います。皆様、していただけてるかなと思います。このポータルサイトの左上のブロック、まあ今、資料の方では、赤字での、囲みが出ておりますけれども、この左上のブロックがこれから紹介する3つのサービスを含めまして、まあ、一般にも広く使っていただけるであろうサービスをまとめてあるブロックとなります。上からデータベースのカタログ、一括検索、
それからデータの一括ダウンロードというふうになっております。まあ、その他にもですね、ポータルサイトでは40種類以上の生命科学分野におけるデータベースやツール、サービス等を掲載しております。タイトルだけではですね、なかなか一体どういうサービスかということを分かりにくいかもしれませんけれども、そのリンクの文字の上にマウスオーバー、ポインターを置いていただけるとですね、説明文が表示されます。お役立ていただけるものもあるかと思いますので、ぜひ後ほど一つ一つサービスご覧になっていただけるとありがたいなというふうに思います。で、こちらのサービス一部を除き登録不要で、どこでも誰でも無料で使えるサービスとなっております。まあ、一部人に関するデータベースにつきましては、倫理的な問題から登録が必要なものもありますけれども、それについては後ほど詳しくご説明したいと思います。ではですね、まずデータベースのカタログに行ってみたいと思います。先ほどのポータルサイトからカタログのところを開いていただければなと思います。で、こちら正式名称はインテグバイオデータベースカタログといいまして、収録データベース数は1500件以上、特に国内のデータベースの情報を整理することを目的として始まりましたので、国内のデータベースは1000件以上収録しております。で、記述項目としまして、名称や URL、運用機関名やデータベースの詳しい説明などを付けてあります。また、データベースを検索ボックスからキーワードで検索したり、分類を用いた絞り込み検索で探したりすることは可能となっております。また、記述項目はダウンロードしていただくことも可能となっております。で、ここから先スライドを使って各サービスをご紹介していきますけれども、まあ、スライドに合わせて操作していただくと分かりやすいかと思うんですけども、まあ、後ほど改めて実習ということでご自分で触っていただく時間も取りたいと思っております。で、何度も何度も繰り返しになってしまって恐縮なんですけれども、この各サービスに飛ぶときにも新しい右クリック等ですね、新しいタブや新しいウィンドウを開いていただけると後々便利かなというふうに思います。で、データベースカタログにですねのリンクに飛んでいただきますと、こういったような画面になるかと思います。で、こちらの画面数日前にキャプチャーしたものですので、おそらく現在も同じなんじゃないかなというふうに思います。データベースの収録数は1558件というふうになっております。で、このページ3つの領域から構成されております。で、左側は検索と絞り込みのための領域となっています。一番上のですね、検索窓からキーワード検索したり、もしくはその下に並んでいるデータベースの分類を選ぶことで絞り込みを行うことができます。カテゴリーの左のプラスマークを押すとですね、さらにその中にあります詳細な分類項目というものが現れてきます。で、次、中央部分はですね、データベース一覧の表示場所となっております。検索や絞り込みを行うことで該当するデータベースが表示されてくるんですけれども、まずこう、アクセスしたばかりのデフォルトの状態では全てのデータベースが新着順に並んでおります。で、並んでいるデータベースの情報の一部が表示された状態となっております。で、右側はメニューや新着情報といったものを掲載している領域となります。でですね、まずこれ左側がデータベースの分類になりますよというふうにお話ししましたけれども、今ウイルスのところが赤くなっているのお分かりでしょうか。これがですね、左側の分類からウイルスをクリックして選んだ状態の画面です。で、今この時すべてのデータベースからウイルスに関するデータベースが49件存在するということが絞り込まれた状態となっております。で、分類にはですね、生物種や、そのカテゴリーなどいくつかの観点が存在しますので、いくつもそれを組み合わせて選ぶことで、条件を、&検索するのと同じようにして、重ねて絞り込んでいくことができます。
でいろいろ絞り込んでしまって、でも一旦リセットしたいなというふうに思った時には、その一番上のところにですね、リセットというものは条件、全条件をリセットというところが出ていますので、そこを押すと、全ての条件を消すことができる。でもしくは、この条件だけちょっと一度戻したいなという時にはですね、その表示されている条件の×印のところを、クリックしていただくと、その条件だけ削除することもできます。で、これはですね、今の、そうですね、これ全条件をリセットするところを示しているもので、で一旦条件をリセットした後で、今度は検索窓にですね、主要と入力して検索ボタンを押したときにこういった画面になりますということで示しております。主要というものを含むデータベースとして17件が絞り込まれております。で今ちょっとご説明のために主要というふうに入れてみましたけれども、今もしも何か好きな言葉、パッとひらめくものがありましたら、ぜひ入れていただいてですね、その検索することによって絞り込まれる、もしくはその分類のところをクリックすることによって絞り込まれる、もちろんその2つを組み合わせて行うこともできるということを少し触っていただくと分かりやすいかなというふうに思います。でここからはですね、今この主要というふうに打ったときに絞り込まれて出てきた P ダイレクトというプロジェクトを例にとって、さらにご説明を進めていきたいと思います。ですね、上から3番目ですかね、出てきているものです。で今、検索して出てきていた状態をちょっと切り出して検索結果の一部を拡大して示しています。この P ダイレクトというのは文科省の次世代がん研究、次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラムというもので行った、人資料についての全エクソンシーケンスなどのデータを掲載したサイトとなります。サムネイルや、データベースの名称をクリックしますと、こちらの P ダイレクトのオリジナルのサイトに飛んで、そのままそのデータベースを利用することが可能です。また今この画面で説明文の末尾の詳細へをクリックしますと、 NBDC の方で整えましたカタログ掲載のすべての記載項目を見ることができます。どういったデータベースかということを大まかに把握するためには、いきなりオリジナルのサイトを見るよりも実はこちらを見ていただいた方が分かりやすいのではないかというふうに考えております。ですね、オリジナルのサイトに飛ぶこともできますし、カタログへの掲載内容を開くこともできます。ちょっとそのカタログの掲載内容に飛んだのがこちらのページになります。で説明文につきましては、データベースの内容を見ながら NBDC で新たに書き起こしているものであります。で先ほどのトップページで検索していただいたのはこのページに記載されている内容を対象としてキーワード検索を行っているものとなります。で他にこのカタログの使い方としましてですね、カタログの記載内容をダウンロードすることも可能となっております。こちらですね、データベースの中身にご興味があるという方にはあまり関係ないかもしれませんけれども、カタログに記載されたこういった一つ一つのデータベースの説明文というものを組み込んで何か新しい二次データベースですとか新しいサービスを作ろうという方にとっては有益なこともあるのかなと思いまして、こういったダウンロードも設けております。でこちらにつきましては先ほどご説明しました CC0 で公開していますので、制限なくどのような使い方をしていただいても、問題ないといったデータになっております。それでは非常に簡単な内容になりますけれども、カタログの実習を行ってみたいと思います。その内容をこちらに出している通りなんですけれども、まず先ほどのトップページの左側の絞り込み機能を使って実習1を行っていただきたいと思います。
で植物やゲノムを選ぶことで分類それぞれ赤く変わるかと思うんですけれども、その時データベースの数はいくつになっても、いるでしょうか。植物で絞り込む、でそこからさらに重ねてゲノムで絞り込むというような作業をした時のデータベースいくつ出てきますでしょうか。こちらも、カタログからポチポチっとこうクリックをするだけで、いくので、決してそんなに値がばらつくことはないと思いますが、大体もう皆さん、答え出ているかと思います、おそらく答えは41になっているんじゃないかと思います。全然違いますという方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。はい。で次実習2なんですけれども、左側の分類を下の方まで見ていただきますと、データベースの作成期間の地域といった項目があるかと思います。でそれを選びますとまたデータベースの数は変わってくるんじゃないかと思います。ということで、今調べていただいた植物ゲノムに関係するデータベースのうち、日本国内で作成されたデータベースはいくつでしょうか。おそらくこれももうワンクリックで答えが出て、しまっているかと思います。でこちら答えは32になっているんじゃないかと思います。さあそして実習3なんですけれども、データベースを利用する際に非常に大きな問題となっているくるのがこの稼働状況というものです。せっかく自分の興味に合ったデータベースを見つけたとしても、長期にわたってその更新がデータの更新が止まってしまっていると、その内容についてあまり信用はできないのかもしれないという心配を持つことになってしまいます。で実は先ほど地域のところまで絞り込んでいただいたときにですね、実は出てきたデータベースのリストをご覧いただきますと、休止中であるとか運用終了といったような文字がサムネイルに入ってしまっているデータベースもあったんじゃないかと思います。でこちら運用終了というものは、もちろんそういうご連絡をいただいて、そういったマークをつけているんですけれども、それ以外にですね、何日間更新停止というような文字が出ているものもあるかもしれないです。でデータベースが稼働しているかにつきましては、毎日 NBDC の方でチェックをしまして、更新がどれくらい止まっているかといった情報を掲載しております。ということで稼働状況のところからさらにちゃんと現在稼働中のものというのを選んでいただきますと、おそらく植物ゲノム、そして日本国内で作成され稼働しているデータベースは21個存在するというところに皆さんたどり着けたんじゃないかというふうに思います。でおまけとしてカタログをダウンロードして Excel で開くということも書いておりますけれども、まあこれはあくまでもおまけですので、特に今やっていただくことはないと思います。はい。なのでまあ今も、まあ、言われるまでもなくすでにやってらっしゃる方いるかと思いますけれども、少しこういろいろと触ってみてですね、自分の気になっているようなデータベース、キーワード等で調べる、絞り込むだけでなくて、それがどこで作られたものなのか、もしくはそれがちゃんと現在運用が、継続しているものなのかということも、こちらのカタログから調べることができるということを覚えておいていただけると非常にありがたいなというふうに思います。先ほどご紹介しましたように、実は国内だけでも非常に数多くの生命科学分野のデータベースというのは存在しております。ぜひ自分の興味がある分野についてご活用いただければと思います。次は主なサービスの2つ目、データベースの一括検索ということについてご説明したいと思います。
こちら正式名称としましては生命科学データベース横断検索ということになっております。で、横断検索というふうに申し上げましても、検索対象になっているのは現在592件のデータベースです。で、こちら日本のデータベース中心ですけれども、いくつかメジャーな海外のデータベースも入っておりますし、文献ですとか特許情報など非常に多様なデータベースのエントリーを一括で検索することができるということになっております。また遺伝子等の分子データベースにつきましても、エントリーに関する説明等の文字情報の部分を対象に検索を行っております。またもう一つの特徴としまして、検索キーワードを日英で相互翻訳して一括検索を行っております。で、この翻訳につきましては京都大学の金子先生が作成していらっしゃいますライフサイエンス辞書を用いております。ですので、日本語で入力したとしても英語のエントリーを検索することが可能となっております。で、その他一般の検索エンジンにありますような絞り込み機能ですとか類似キーワードの表示というような機能も備えています。私たちはですね、この横断検索を分かりやすいように生命科学の Google 検索ですというふうに言ったりするんですけども、では本家の Google と一体何が違うのか、どういうところに特徴があるのかと言いますと、例えば今モデル生物のマウスについて知りたいと思って Google でマウスと検索した場合、じゃあどんな情報が出てくるかと言いますと、おそらく上の方に出てくるのはPC の周辺機器としてのマウスの、まあ多くは通販情報であったりとかするわけです。で、当然 Google は生命科学に特化しているわけではありませんので、学術情報を調べようと思ったときにノイズは、とても多くなってしまいます。で、また Google や Yahoo といった一般の検索サイトというものは、その対象としているのは表層ウェブといわれるウェブの情報のごく一部しか検索対象にしていないということが知られております。しかしデータベースは階層構造をとっておりますので、表層よりもより深いところに大事な情報が入っていたりする、そういう性質を持っております。で、NBDC の横断検索ではある程度の深さのところまではインデックスという検索の対象とするための情報を引き出して収めております。実は Google や Yahoo や Bing など世間にはいくつかの検索サイトがありますけれども、公開されているウェブの実は 53% 程度しか検索できていないという論文も発表されております。こちら2009年の論文ですけども、こういった研究結果も出ております。つまりデータベースや情報を調べたいと思ったときには Google で検索しただけでは実はしっかりと調べきれていないという可能性が非常に大きいです。つまりノイズが多くて意図したものと違うものが出てきてしまう上に実は網羅的でもないということで、生命科学分野の学術情報を調べるためということで、一般の検索サイトでは届かないような情報を見るために私たちの方では横断検索というものを提供しているわけです。データベースの横断検索の対象としておりますのはこちらで示したようなデータベースたちであります。文献情報が多いんですけれども、その他特許情報ですとか、もしくはご協力いただけた学会さんの方からはその学会用紙の提供というものも受けております。で、下の方に書いてありますゲノムやパスウェイといったデータベースにつきましては、それぞれのエントリーの説明の文章を検索対象としております。ただ、こちらの数字は少し古いものですので、全体の傾向として、こういったものが入っているという参考として見ていただければありがたいです。で、実際にこの後ですね、ぜひ皆さん横断検索を使ってくださいと言いたいんですけれども、本日は非常に多くの方受講されておりますので、これだけの人数が同じタイミングで検索をかけると、どうしてもかなりの負荷がかかってしまいます。
で実は今回はですね、講習会用にデータ量を絞り込んだ検索サイトというものを用意しておりますので、そちらを使って実習を行いたいと思います。で資料を見ながら URL を手打ちしていただいてもいいですし、もしくは講習会の先ほどの資料ページに講習会用の横断検索サイトというもののリンクが貼ってあるかと思います。はい、で講習会用のリンクは先ほどの資料サイトのこちらに貼ってありますので、で2つ用意してありますけれども、特に皆さんを1と2でこう振り分けるようなことはしませんので、この後の実習でも、まあ、どちらでも良いのでアクセスして使っていただければというふうに思います。講習会用の横断検索サイトも大丈夫ですかね。皆さん無事にアクセスできていますでしょうか。ただ実はですね、今回資料の中で紹介しているこの横断検索のインターフェースは本番用のものでして、講習会用のものと少し異なる部分があることをご承知おきいただければと思います。ただ横断検索のページはですね、もう今画面にちょっと出していますけれども、非常にシンプルな検索ボックスがあって、その他にはまあ運営上のお知らせが出ているくらいということで、非常にシンプルなページ構成となっております。でこちら5区のサジェスト機能がありますので、例えばインフルと入力するとインフルエンザウイルスぐらいまでがサジェストされるのではないかと思います。ちょっと今打っていただくと、まあ、数文字打ち込んだところで検索候補としていくつかサジェストされてくるのではないかと思います。であと一応ですね、検索の種類としてデータベースの検索かヒット件数の検索かということで2種類あります。データベース検索では実際にデータベースのレコードに対して検索を行うために、まあ、やや時間がかかる可能性があります。とはいえ、まあ、非常に早い応答に、なっているんじゃないかと思います。しかしですね、大量に、まあ、非常に一般的な言葉を使って大量にヒットすることが予想されるというような検索でしたら、まあ、初めはヒット件数で検索結果の大枠を把握しておくというのもいいかもしれません。とはいえ、まあ、デフォルトはデータベース検索になっていますので、普段はそのまま検索していただければよろしいかなというふうに思います。でまあ、その他上の部分にはヘルプページなどへのリンクというものも載っております。でまあ基本的には Google と同じように検索窓にキーワードを入れて検索という仕組みですけれども、まあこうアドバンストサーチのようなものも用意されております。でここでは日英翻訳のオンオフを選ぶことができますので、例えば日本語のレコードだけヒットするようにしたいといったようなのも可能ですし、もしくは検索する対象とするデータベースの生物種ですとか、もしくは更新時期、もしくは検索対象のデータベースの種類などを選択することもできます。でもしも初めからこういった類の情報が欲しいということで絞り込んだ情報が必要ということであれば、これらの機能を活用して初めから絞り込んだ形での検索ということもしていただければと思います。で、後ほど実際に操作していただきますので、その時にもぜひ試していただければと思います。で、先ほどまああまり使わないかもしれないというような言い方をしてしまいましたけれども、ヒット件数で検索するとですね、こういったような画面になります。データベースのカテゴリーごとに、そのカテゴリーの中で何件ヒットしたのかという、そのヒットの件数だけが情報として出てきます。で、ここからさらに、
データベースのカテゴリーですとかそのサブカテゴリーを選んでいくことによって候補を絞り込んでいくということが可能になります。でここでカテゴリー名ですとかデータベース名をクリックするとその検索内容が表示されるということになっております。またですね i という情報アイコンというものがついていまして、こちらにマウスオーバーしますとヒットしたエントリーを含むデータベースの詳細情報というものが表示されます。でこういった情報も参考にしながら検索結果を、ぜひ、ご研究に役立てていただければなというふうに思います。でキーワード検索でもヒット件数検索でも、検索結果を表示させますと、まあ、大体、Google 等と同じような形で同じような見た目で表示されてきます。でヒット件数ですとかそれからそのヒットしたデータベースのそのスニペットと呼ばれるこの情報で、それから右側には関連遺伝子や外部リンクといったものが表示されてきます。外部リンクの使い方につきましては後ほど実習の際にも操作していただきたいと思います。で今最後にちょっと出ましたけれども検索結果の表示画面において上部にナビゲーションバーというものが表示されます。ただこちら簡易検索版だと出てきませんので、後ほど本番用のものを使うときに見ていただければと思います。でこれどう使うかと言いますと大量のヒットが出てしまったときに、このナビゲーションバーを使ってデータベースのカテゴリーによって結果を絞り込むということができます。で今はですね、これインフルエンザでキーワードで検索しまして、でその中からデータベースとして統合データベースプロジェクトに属するものということで、選んでいきまして、最終的には4件まで絞り込めております。で4件まで絞り込むと検索結果をすべてこう一覧として表示することができると。で検索結果の表示ではデータベース名や URL、エントリー名で検索が一体どこにヒットしたのかといった表示ですとか、ついているものに関してはサムネイル画像を見ることもできます。でもこの検索という作業につきましては皆さんおそらく非常に慣れていると思いますので、ここに書かれた実習の5から7をぜひ一気にやってみてほしいなというふうに思います。ちょっと今ここで時間を取りたいと思いますので、よろしければぜひ実習の5から7について、そうですね、ちょっと今検索をしていろいろと確かめてみていただきたいと思います。
それではおそらくもう実習終わったよという方もいらっしゃいますし、まだちょっと下の方できてないよという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっとその結果やり方を確認しながら、もしもまだできてないという人はちょっとその説明と同時進行ということでしていただければなというふうに思います。でまず実習の語ですけれども、まず日本語でインフルエンザと入れたときに英語でも検索されているか、まあこれ確認すると言いましても、まあ検索結果というのがここがヒットしましたよということで黄色く表示ハイライトされて表示されていますけれども、まあ、この中で英語でもちゃんとこの黄色いハイライトがあるかというところを確認してですね、きちんと翻訳がされているということを見ていただければと思います。で、その次にはですね、外部サービスを使った検索ということについて、で右側の列の下の方を見ていただきますとですね、J グローバルというリンク先があります。で、実はこの J グローバルというのは、こちらも JST が運用しているさまざまな学術情報の検索サービスなんですけれども、こちらのリンクを押していただきますと、次の画面が表示されます。実はこの J グローバルにつきましては、このリンクを貼るときに元の検索のキーワードを継承することができますので、日本語のインフルエンザ、オア英語のインフルエンザで検索したという結果をリンクをクリックするだけで示すことができます。ですので、こちらからさらにこの J グローバルの中に入っている関連情報というものを検索していくことができます。さて、実習7としては、横断検索画面に戻りまして、で今度は検索として P53 と入れて検索しています。でそうしますと、右側の方には P53 に関連する遺伝子が非常にたくさん出てくるかと思います。でこちら関連遺伝子の中にはさまざまなデータベースへのリンクが貼られていますので、そういったリンクを選んでクリックすることでその先の情報を見ることができます。で横断検索につきましては、この一つ検索して結果が出ておしまいということではなくって、どんどんとこう情報をたどってたぐっていくことができるということも、特徴かと思われます。ですので、ぜひこの講習会の後には、ご自分の興味のあるキーワードについてぜひ本番の横断検索サイトを使っていろいろと検索していただければ幸いだなというふうに思っております。そして横断検索の担当者はですね、ぜひモバイル環境でもこの横断検索を使ってほしいというふうに言っておりましたので、こういったスマホに対応したバージョンというものを作成しております。で割と今ですと、その調べ物、普段の調べ物はスマホでするよという方も多いかと思いますので、こちらのモバイル版につきましてもご活用いただければなというふうに思います。さて、それでは主なサービスの3つ目、データの一括ダウンロードができるサービスのご紹介です。でこちら、正式名称は生命科学データベースアーカイブというふうになっております。で収録しているデータベース数は115件くらいかなと思います。で国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービスというふうになっています。でいろいろなプロジェクト等で作成されたが、ちょっともうこれ以上維持することは難しいというようなデータベースですとか、もしくは再利用のために、皆さんに再利用してもらうためにということで、データのコピーを預からせていただいたものなどを収めております。でこちら CSV や RDF 形式でデータをダウンロードすることが可能で、データベースやデータについての説明が分かるように一定の形式での記述というものをお願いしております。そしてこういったデータは CC ライセンスにて配布を行っております。
基本的には CC 表示継承ということで、このデータを作って作られたものも CC 表示継承で公開していただくという条件のもとに自由に使っていただけるような状態で配布しております。でこちらも中に入っているデータはおおむねこんな感じということで数を示してあります。ゲノムや発現情報、タンパク質などで文献につきましても一部あります。でまた NBDC で制作したデータベースにつきましてもアーカイブから公開しているものもあります。でこちらアーカイブの入り口もポータルサイトの左上からとなっております。でこれからアーカイブの使い方を説明いたしますが、少し複雑な部分もありますので、説明しながら同時進行で実習の作業も進めていきたいというふうに思います。こちら収録してあるデータセットが表になっており、まあ、それぞれに説明がついておりますので、検索窓からその説明に対しての検索を行うことが可能となっております。実習の内容としましては、OpenTG Gates というデータベースの病理情報のデータから、幹細胞肥大を示したデータを絞り込み、ダウンロードすること。で、さらにその際の肝臓の病理画像を見つけることとなっております。ただし注意点として、こちらの画像データが大変サイズが大きいもので、皆さんで一気にこう見ようとしてしまうと非常に大きな負荷をかけてしまいますので、今回の実習中ではダウンロードやフルサイズでの画像を見ることということは行わないでいただきたいと思います。そのデータにたどり着くところまでというのは一緒にやっていきたいと思いますので、ぜひ後でご自分で試していただければというふうに思います。で利用するデータベース OpenTG Gates というのは170の化合物をラットの個体およびラット人の幹細胞へ暴露した際の遺伝子発現と毒性のデータベースということで、化合物の毒性を生理的に確かめたデータベースとなっております。でこちらもですね、アーカイブ、先ほどのアーカイブのトップページ左上に検索窓がありますので、そこに、まあ、OpenTG Gates と入れようとすると、おそらく、OP ぐらいまでを入れた段階でこの3つにデータが絞られたような見かけになるんじゃないかと思います。でまずはこの OpenTG Gates、表の中に見つかってきましたので、この中で、利用許諾を確認というところで、その詳細情報をちょっと確認してみたいと思います。で今 CC 表示継承と書いてあることの、その意味といいますか、その具体的な内容というものを見ることができます。表示継承というふうに言ったときに、ではどのようにその表示というものを行うかといった具体的な説明ですとか、そもそも表示継承とはどういったことかというような説明が加えられております。でこちらを見ていただければ、このデータをどういうふうに使えばいいかということが、非常に分かりやすくなっているのではないかと思います。まあ、簡単に言ってしまうと、条件というのはまあクレジットを表示することと、このライセンスを継承することというふうになっております。またちょっと再びアーカイブのトップに戻りまして、OPE で検索。もしも前の検索の情報が残っていれば、そのままでも構いません。ちょっと次はデータベースの中身を確認してみたいと思います。
ですので、このデータベースのサムネイルか、もしくはデータベースの名前のところをクリックしてみたいと思います。で、こちらデータベースの詳細情報を見ることができます。名称ですが、作成者、問い合わせ先ということで、こういった記述の項目がすべて揃っておりますので、そのデータベースの概略というものを把握しやすいのではないかと思います。もう一度トップページに戻りまして、実際にデータをダウンロードする画面に進んでみたいと思います。データをダウンロードというところをクリックすると、OpenTG ゲイツのダウンロードページに進むのではないかと思います。で、このデータベースの中には非常に多くのデータセットが含まれておりますので、おそらく大きな表が出てくるのではないかと思います。で、アーカイブにつきましては、ここら辺の見かけというのは、その収められているデータベースによって非常に異なりますので、ぜひご自分の興味があるデータベースを見ていただいて、その中身を一つ一つどういう構造になっているかということはご確認いただきたいと思います。で、まとめてデータをダウンロードするのであれば、ZIP 形式で丸ごとダウンロードということができます。で、もしくはある程度条件を絞って必要なデータだけをダウンロードしたいのであれば、検索&ダウンロードというものがあります。で、そちらの一番下の病理情報と書いてあるところの検索&ダウンロードを、すいません、説明と図がずれてます。というところを見てみたいと思います。OpenTG ゲイツで中身を見て、その中で一番下に病理情報というところで検索&ダウンロードというところをクリックします。そうすると、こういった画面になるのではないかと思います。で、ここで絞り込みの例として、Find の欄に、Hypertrophy と、Finding Type というのを入れて、サーチしたというのが、その結果がこの画面になっております。今こちらの作業大丈夫でしょうか。OpenTG ゲイツのデータベースの中から病理情報の検索とダウンロードのところをクリックする。そのテーブル内の検索絞り込みというところで、ファインドの欄にハイパートロフィーと入れる。で、その条件としてファインディングタイプというものを入れてサーチすると。もちろん今こうお話しているのはあくまでも例ですので、実際はご自身の必要な情報で検索を行っていただければと思います。で、そちらで得られた結果を丸ごと CSV 形式、カンマで区切られたデータの羅列ですけれども、CSV 形式でダウンロードするためのボタンがありますし、また元のデータをすべてダウンロードするというためのボタンもあります。で、この全データをダウンロードするという時にはですね、非常にいろいろな形でデータ形式でダウンロードすることが可能です。もちろん CSV もありますし、もしくは RDF 形式という機械可読な形式でデータをダウンロードすることもできるということで、インフォマティクスの技術を使ったような再利用の可能性を広げるために、
いろいろなデータ形式でダウンロードしていただけるようにとご準備をしております。でこの画面まで来ましたら実習の10に行くために右端のパソロジカルイメージというところをクリックしていただけますと、こんな感じで、画像を見るための画面に変化いたします。ただしダウンロードやフルサイズビューはしないでいただきたいと。でサムネイルをクリックすると少しだけ画像大きくなりますので、そちらであれば見ていただいても、結構です。で今この OpenTG ゲイツのデータベースはたどっていくと最後病理画像まで見ることができましたけれども、データの構造というのはもうデータベースによって様々ですので、ぜひとも興味のあるようなデータベースを探してそれぞれのご研究に生かしていただけると非常にありがたいというふうに思っております。ダウンロードしていただいた画像というのは見るためにまた別の専用ソフトが必要ですが、それについてもこちらたどっていくとそういったご案内が見られるようになっております。でアーカイブではですね、その他にそのデータベースに含まれる代表的なデータを検索するための簡易検索モードというのはあるんですけれども、今回は説明を割愛させていただきます。で、アーカイブの話をしますとですね、大体どんなデータベースが人気があるのかということを質問を受けることがあります。で、当然その点私たちも非常に気になるところですので、集計を行っております。で、今画面の方では今年5月の数字を出しておりますけれども、ダウンロードの総数が約48,500件、結構この数はそれまでの中でも非常に多い数なんじゃないかと思います。で、人気のある上位3つというのはそこにお示ししている通りなんですけれども、やはり OpenTG ゲイツというのは非常に人気があって、一番上の2つはその関連となっております。で3位のボディパーツ 3D というのは DBCLS で作成しているデータでして、骨や内臓や血管といった人体パーツの 3D モデリングのデータとなっております。ですね、論文等にイラスト的に用いていただくこともできますし、人体に関するデータを取ったときにそのデータを人体の中でこの部分ではこのぐらいの例えば発現があったとか、こういうところに蓄積があったというようなものを人体の中に可視化する際に利用可能です。あと一応 3D プリンターをお持ちでしたら 3D プリンターで人体模型をプリントアウトすることもできるようなデータ形式となっておりますので、ご興味があればぜひご利用いただければと思います。その下になりますと、米ということで、稲の完全長 CDNA プロジェクトのデータと、いったこういうようなものが人気を集めているようです。で、このデータベースアーカイブのお話をして、最後なんですけれども、帰宅のお願いというものをしております。ぜひとも皆さんもそのいろんなプロジェクトでデータベースを作成したけれども維持できないですとか、もしくは大きなデータが出たんだけれどもそれをどう保管していっていいかわからない、もしくは広く研究者の中で共有して再利用してもらいたいと、そういうようなお気持ちありましたら、ぜひまず一度ご相談いただければデータセットを丸ごとお預けいただくというようなことも私たちの方で受け入れておりますので、ぜひ一度ご相談いただければなというふうに思っております。で、次に人に関する
データ関連のサービスをご紹介したいんですけれども、今回の講習会でこの部分を詳しくというリクエストをいただいておりますので、ここから先はこの人関連のサービスの担当者であります、NBDC それから DBCLS 所属の箕輪が説明いたします。演者交代いたしました。私今皆さんご覧になっている資料の一番初めのところに、名前が出ております箕輪と申します。先ほどからあと 何回も名前が出てきているDBCLS というライフサイエンス統合データベースセンターというところに所属しておりまして、 NBDC の方でも森と一緒に広報の仕事をやっているのと同時にですね、今からご紹介する人に関するデータベース、人に関するそのいろんなデータを格納するデータベースという仕組み作りを最初からやっておりましたので、ここのパートからちょっと私の方で説明をさせていただきます。ゲノム医学 DB に関するこう NFDC の取り組みということなんですけれども、もちろ んここ医学部ですし、人に関することを研究いろいろなさっていると思いますが、やっぱり人に関するデータ、特に個人レベルのデータになりますと、やはり倫理的な問題がついてまいります。でデータをどこかにこう提供するのも、それから、どこからかをどこからデータを算定されたデータを利用させていただく、そういった時にも必ず倫理審査というようなことを経て、それで研究を進めてらっしゃると思うんですね。でそうなんですけれども、その一方でですね、例えば、その人のデータを利用した論文を書いたというような時には、やはり先ほど そのデータの共有という観点からはですね、公的なデータに預ける必要がということで、すでに米国ですとか欧州の方ではそういったデータベースがきちっとできておりました。でその場合、そのデータを提供した人が所属する機関 その倫理審査とか、そういったところで、データ提供が OK かとか、データをその、利用申請があった時に OK かとかいうようなことを審査するような仕組みとセットで、そういったデータベースというのは運用されるべきものなんですけれども、そういった仕組みがもともと日本にはありませんでしたので、私たちのところで、そういったアクセス制限が必要なく人に関するデータを収集公開する仕組みということで、もうちょっとベタな名前なんですけれども、 NBDC 人データベースというものを作りました。それで NBDC 人データベースなんですけども、基本的な方針として、今でもゲノムに関するものがもちろん多いんですけれども、基本的には人に関するあらゆるデータを対象にして受け入れますし、それから利用申請も受けるというようなことを考えております。で、一つこうお約束なのが、あと二重に匿名化をしていただくということで、ちょっと匿名性を高めるというような観点からですね、安全性を高めるという観点から、二重に匿名化していただいた上で、提供いただくということをしています。で、ここが大事なポイントなんですけれども、データ提供と利用に関する審査を NBDC が実施します。でそのための、ガイドラインとか、どういうルールで受け入れます、どういうルールで利用申請も受け入れますみたいなこともちゃんと明示して、皆さんに、使っていただくという条件をはっきり提示した上で、審査は NBDC が実施するというところが大きなポイントです。でこれをやると、なんていうんですかね、その、審査に対する曖昧性を排除するとともに、データを提供してくださる先生方の負担を減らす。普通はやっぱりそういうのをやると、個別に共同研究を結ぶみたいなこと、非常に煩雑なことをやられている先生方多いんですけども、そういうことをしないで私たちとか預けていただければ、一定の基準のもとに利用にいたしますよということをお受けいただければ、その審査は私たちのところにさせていただくということで、先生方のご負担を減らすということもなるかなと思っています。であとこれはまた最近も個人情報というゲノムが個人情報に一応当たるという考え方で、最近個人情報保護法なども変わってきているんですけれども、そういった社会的な理解とか、ガイドライン的なもの、政府の方から出るもの、そういったものに、変更にこう柔軟に対応したようなガイドラインを運用していくということも含めて、私たちのところではこういった基本方針で運用をしております。
で今まだちょっと公開データ数からいくとまだそんなに数多くないんですけれども、非制限公開と、まあ、オープンになってこれは誰でもあのダウンロードして使えるようなデータですね。これは11件ありまして、それから制限公開データ27件、これあのまた2件ぐらい増えてるかもしれません。制限公開データということで審査が必要なデータについては27件というような今状況です。で一応あの今その、非制限公開と制限公開というデータについて、数だけ申し上げたんですけども、どういったものかといいますと、まあ、非制限公開データ、まあ、いわゆるオープンなデータの方ですね。そちらの方は、まあ、ウェブサイト等から制限なく公開できるもので、例えば集団の統計値とかそういったものは、まあ、個人が特定できませんのでそういうのはいいでしょうということと、あとは特定の個人由来ではない資料、あのもう一般的に広く使われているあの例えばコマーシャルに変えるような細胞核とかですね、そういったものについては一定 の社会的な理解がありますので、そういったものもオープンにしていっても構わないということで、そういったものは非制限公開データの方に格納されております。それから、制限公開データの方ですが、これはやはりあの個人レベルの情報です。例えば、人のある方の患者様の、人ゲノム全部読みましたとか、そういったものですね。そういったものの、何例も読んだその集合のデータセットとかですね、そういったものについては、制限公開データという扱いになりまして、NBDC で人データ審査委員会というのを設けておりますので、そこで、利用について審査をちゃんと、受けていただいた上で利用していただくといった性質のデータになります。で、まあ、NBDC とデータベース、その皆さんにデータを使っていただくためのそういった取り組みの一環ではございますので、公開待機データということで、例えば、論文化でちょっと待ってほしいというようなことで、提供の前提型からしばらくの間公開を留保してほしいというようなデータはあの中で持ちますけれども、一番下にあるような、まあ、あの公開する予定がないとかですね、そういったものをちょっとお受けできないという状況になっています。あとやはり匿名化ということを必要に重要視しておりますので、それもやっていただく必要があるということで、こういったデータを受け入れるということになっています。でデータ共有の仕組みなんですけれども、先ほども言いましたように、そのデータの、提供についても、このデータを共有し、皆さんの他の研究者の方と共有してもいいかどうかとか、そういう審査も必要ですし、それから利用に際してやはり、その方に利用していただいて大丈夫かどうかっていうのを一応審査するというのを NBDC が全部やると申し上げましたけれども、そのために、NBDC の中ではその人のデータの共有ガイドラインというもの、これは提供も利用も両方にかかるものなんですけれども、それをまず制定して、それから、まあ、特にあと利用に関することなんですが、あのセキュリティガイドラインですね、どういったセキュリティ環境であれば、ご利用いただけるのかということをある程度明示したセキュリティガイドライン、こういった2つの、まあ、ルールを作りまして、これを明示して、それを、そのルールに照らして審査をするというようなこういった仕組みを、設けております。で、データ共有分科会もそうですけれども、そのガイドラインを作るデータ共有分科会、それから人データの審査をする委員会、こういったところには、まあ、外部の有識者の先生方に参加していただいて、倫理的な面とかそういったものを含めて、判断いただくということになっています。で簡単なフローなんですけど、まあ、提供者は、まず申請をしていただくときには、資料を提供してくださる方に対してちゃんとインフォームドコンセントが取られていて、データの、このあなたの資料から取ったデータを公的なデータベースに入れていいですかということをちゃんと了承を取っていただいているということをベースに、その上で倫理審査での、共有の承認がされているという状況が必要で、それを、まあ、エビデンスとして添えていただいて申請をしていただくということが必要です。それに対して人データ審査委員会が承認をいたしますと、その後 NBDC の人データベースに対してデータを送付していただくと。でその時には、まあ、そのデータの説明にかかるそのメタ情報ですね、メタデータですね、それをつけていただく必要と、それから、やはりここに、格納するにあたって、多分その提供者の先生方のところですでに1回匿名がされていると思うんですけど、もう1回匿名がお願いしているというのが必須の条件になります。でこの時に、まあ、そのデータの分類というのはこの非制限公開にするか制限公開にするかといったところですけれども、そういった分類ですとか、あとデータをじゃあいつになったら公開できますかとか、あとはですね、ちょっとまたあとこれ詳しく述べますけれども、データ利用時に特別な条件が制限事項があるかというようなことももしあればということでお受けするようになっています。これは特に
その提供者の方がこうしたいとかいうことではなくてですね、インフォームドコンセントの上で、例えばあなたのサンプルから取ったデータはがんの研究にしか使いませんというような条件があったときは、後で述べる利用の方のも、がんの研究に使いますということで、基本的にはそういう方にだけ利用を許すということにしたいと思っておりますので、そういった制限事項がもし特別なものがあればそれをお受けするということになります。でその際、データベースに格納いただきますと、ここで ID が付与されます。データに対しての ID が付与されますので、これを論文等に利用していただくといった、一応公的な、バンクの ID を出すということができるようになっております。で利用者の方ですが、こちらもやはり申請をまずしていただくときにはですね、データの利用についてこういったデータを使ってこういう研究しますという臨時審査をしていただく必要があります。でそのエビデンスをつけていただいて申請をしていただくわけなんですけれども、まあ、それに対して承認が出ますと、今度は、まあ、上の非制限公開データの方はもうすでに自由に見て使っていただいている状態だと思うので、あくまでこちらの制限公開データの方だけですね、こちらの方に対してだけそういう申請が必要で、それに対してアクセスをしていただくような情報を私どもの方からお伝えするということになります。でそれについては、毎年なんですけれども利用状況をちゃんと報告していただく、それからまた利用期限を設けますので、それが終わった時にも報告をいただくといったことで、利用状況を基礎データ審査委員会の方で把握できるようになっております。で制限公開データの保護ということで、セキュリティガイドラインを設けているということを申し上げました。特にその利用していただく方の先生方の機関でもってどういったセキュリティ環境があるかということをチェックリストなどを用いて確認していただくんですけれども、その時に一応標準的なレベルということで一応最低限的なものとしてはこれらの条件があります。例えばですね、その所属している先生方が所属している組織の欄の中だけで使ってくださいとかですね、あとはまあやたらコピーはしないでくださいとかですね、あとは利用申請のところにアクセスできる方の名前をちゃんと列挙していただいて、その方に限定していただきたいということとかですね、そういったことがちゃんと書いてありますので、そういったセキュリティレベルを守っていただくということで、そういったこのチェックリストを提出していただくことで申告していただくということで、セキュリティレベルの担保をしております。それから、これもまたちょっと特殊な場合なんですけれども、例えばですね、一応標準レベルとハイレベルというふうに分かれてるんですけれども、やはりこれも患者様に対して提供者側の先生がインフォームドコンセントにおいて、あなたからの資料から取ったデータはこれだけのセキュリティレベルを守った環境でしか使いませんというようなことをもし謳われている場合はですね、もうちょっとレベルの高いセキュリティを課すこともありまして、その場合は例えば入室管理のところで指紋認証ですとか静脈認証ですとか、そういった生体レベルの認証がついている、そういう場所でしか使いませんとかですね、そういったことをいくつかの条件でプラスアルファでやる場合もあります。今のところ出てきている情報はもうほとんど標準レベルがちゃんと守られていればいいよというものがほとんどなんですけれども、まあ、中にはインフォームドコンセントでそういう特殊な条件をお約束されている方もあるかと思いまして、こういった条件も設定をさせていただいています。で NBDC 人データベースの入り口ですけれども、先ほどから3つ出てきたサービスのすぐ下のところですね、ちょっと人のアイコンなんかがちらっとついている、そこの NBDC 人データベースというところからになります。トップページ、今ちょっとこの左側少しで隠れてますけど、トップページこんな感じになってまして、まだ公開できているデータが実はそれほど多くはないので、今のところは、まあ、いきなりですね、そのトップページの下のところにザラザラザラっとリストがあるような、そういった状況になります。もしかするとこれまた増えてくると、またなんか違う仕組みでお見せするようになるかもしれませんが、今のところはこういう形で並べてあります。でまあ、どれでもいいんですけれども、なんかこう自分が名前とか見てこれかなと思うのをちょっとクリックしていただくと出てくるようなページがこんな感じになります。中 そのデータの種類によってもちょっと記載の項目が若干違ったりはしますけれども、基本的には、研究内容の概要、どんな研究からそのデータが出てきたかということですとか、まあ、データそのものについての情報ですね、どういったマシンで、解析されたデータであるとか、特にゲノムの場合はどの機械で読んだとか結構重要なので、そういったこととかが書いてあります。それからあと、提供してくださった先生とかその所属機関の情報ですとか、あとはそれに関する関連論文があればそれもちゃんと書いていただく。それからこれもちょっと一つ重要なんですけれども、利用者の情報を書いてあります。
利用者の一覧ですね。このデータを利用されている先生のお名前をここに、利用申請で承認された方のお名前を一覧で書くようになっています。研究内容とかは書きません。だけれどもどのデータを使われているということを一応ここに書いて、まあ、利用していただいこれだけ利用していただいているということを民主的に示そうと思いまして、こういう項目も設けてあります。それで、JGA データベースっていうものがあります。これはですね、私たちのところ NBDC 人データベースといって NBDC の名前がこう表に出てるんですけども、実はその制限公開データベースは国立遺伝学研究所の DDBJ センターという中にあります JGA というデータベースに、保管データベースで保管管理されております。で、その JGA というのはですね、今ここに下に絵がありますけれども、米国のDBGAP と欧州の EGA というのは、これそれぞれ略が、データベースオブジェノタイプ&フェノタイプというのと、 EGA はヨーロピアのジェノムフェノムアーカイブというものなんですけれども、これと、まあ、これに相当する日本のそのデータのベースという位置づけで、ジャパニーズジェノタイプフェノタイプアーカイブという名前で始めたデータベースです。で、実際のデータの書くのはここにやっていただいていて、 NBDC はその何て言うんですかね、周りといいますか、その、承認の仕組みですとかそういったところを一緒に協力してやることで、今このデータベースは運用されています。で、ここでちょっと重要なポイントなんですけれども、利用申請をそれぞれのところで承認するとかしないとかそういうことをやってますので、データそのものの交換はこの中ではしていません。で、今はですね、下の米国と欧州の間ではサマリーデータといって、そのどんなデータがあるかということだけは一応交換するということになってます。で、 JGA はまだちょっとそこには遅れてるんですけれども、いずれ多分このサマリーデータ的なものは交換して、それぞれのところに何のデータがあるかということはお互いに分かるようにすると思います。なんですけれども、それぞれの、本当にこのデータを使いたい、このデータダウンロードしたいっていう申請はそれぞれのところにしていただくようになっています。なので、私たちの NBDC のデータベースもですね、まあ、もちろん日本語で始めたんですけれども、すべて英語に翻訳して、ガイドラインもなかなかちょっと難しい、法律的な言葉もあったりして難しいんですけれども、すべて英語に翻訳をして、外国の方からの利用も受け付けておりますし、現に外国からの利用申請ももう来ています。なので、そういうことで、データそのものは保護しながら、海外からの利用も受け付けるというような仕組みをそれぞれのところでやっているということでございます。それで、一応参考までにですね、ここに出てきたその DDBJ と NCBA と ENA、EBI っていう、先ほど出てきたそのそれぞれが人の関するデータベースを運用しているこの機関なんですけれども、もともとですね、人以外のものであればもう全世界中同じデータが使えるという状況があるのはご存知かと思うんですけれども、これを運営しているそれぞれのセンターがこの3つなんですね。ただ人のデータに関してはやはりそこは全部のデータを交換することはしないで、まあ、これとはちょっと違った仕組みでやりましょうということで、先ほどのような運用をやっています。今はこの、こういう、特にこの DRA、SRA、ERA というのは次世代シークエンサーの、ゲノムデータなんかがこう格納されている、そういったデータベースなんですが、こういったデータについてはもう世界中でミラーされてどこからでも使えるようになっています。さて、じゃあ NBDC の人データベースなんですけれども、別にまたこれも非常に簡単な Google 検索じゃないですけど、キーワード検索ができるようになってまして、トップページの右上のところに、今ここにもちっちゃく出てます、サイト内検索っていうワードがありますけど、あそこに、まあ、何でも入れていただければ、それでキーワード検索がかかるようになっています。で、これは今ここにお見せしている、画面は、神経っていうことで、検索したものなんですけれども、この神経ところで検索した画面のその、検索の結果の画面を、一旦こうやって開けていただきますとですね、実はちょっと画面と違っているところがあるかと思います。ですね、上からこう2つ目の塊のところです。あと全てのとか任意のとか何とかのフレーズとか書いてあるとかあると思います。そこにもうちょっと詳しい説明は書いてあると思うんですけれども、アンド検索とかオア検索とか、あとスペースとかも含めたそのフレーズで完全マッチとか、そういったちょっと検索もできるようにはなっています。これはもともとこのブラウザをこう作った時のその、中の仕組みをそのままちょっとまだ使っている段階なので、そういった
機能なんですけども、そういった3つの機能は一応そのちょっと詳細検索っぽいようなそういった検索もできるようになっているということで、まあ、こういったところでまだ数は少ないですけれども、もし、利用なされたいようなデータがもしかしてあるかしらということで、一回ご覧いただければいいかなと思います。で、じゃあ利用するにあたってはどういうことをすればいいかということで、さっきその利用のに対するその、申請の仕組みをちょっとフロー的にちょこっとだけお見せしたんですけれども、これもですね、トップページのところからその利用に必要な情報ですとか、そういったこと、こういうこと書いてくださいっていうようなこととか、フォームとかですね、全部載せてありますので、一度もし利用ご検討される際はまずここをご覧いただきたいということで、それはですね、後ろ側のトップページのところの一番上の黒いバーのところですね、あそこにそのデータの利用ということと、それから下のリストの一番上のところにもデータの利用ということで、この辺のリンクから行っていただくと、データの利用についてというそのページが、今ここの画面に示している右側に出ているページが出てきます。じゃあ利用にあたってどういった条件が必要かということで、今そこにポイントをいくつか挙げてありますけれども、まずは研究代表者がその当該分野での研究経験をお持ちかということを一応拝見させていただくことになっています。それは論文をご紹介いただければ結構で、例えばがん研究のためにこのデータを使いたいですということがあれば、そのがん研究についてこういうことをされたということを一本示していただければ、私たちの方では一応、ご経験があるということだなということで認識しますので、研究代表者の方がそういったものがあるということを示していただきたいということと、それからご所属の、機関での倫理審査、その研究内容での倫理審査ですね、それをちゃんと受けている、でその時に、このデータを使いますということをちゃんと書いていただけると審査が非常にスムーズですので、ぜひそうやって書いていただいて倫理審査を受けていただきたいというのとですね、あとはセキュリティ環境の確認については、先ほどチェックリストがあると申し上げましたので、それをちゃんと書いて提出していただくということが必要になります。それから、これは利用が始まってからなんですけれども、毎年毎年報告書を出していただく、あるいはセキュリティ環境も変わってくる可能性がありますし、こちらの方で用意するセキュリティチェックリストがセキュリティレベルを、上げていただくようなこともあって変わる可能性もありますので、そのあたりも合わせて毎年、一応月を決めてるんです。8月に出してという、ちょっと多分ね、年度末とかになると非常に皆さん忙しくて抜けちゃうと思うので、8月ぐらいがいいのかなと思って、とりあえず8月ということで決めて、出していただくようになっています。いろいろ詳細ガイドラインに書いてあるので一度読んでいただいて、もし分からなければいつでも問い合わせのアドレスがこちらにありますので、お声掛けをいただければ説明は差し上げますので、ぜひコンタクトをしてください。で、基本的に利用されることのケースの方が多いかなと思って、とりあえず利用申請についてご説明したんですけれども、もう一個提供申請の方もちょっと触れておきたいと思います。提供申請も同じように上の黒いバーのところから3番目ですか、3番目のメニューとしてデータの提供というリンクがございますけれども、その中で必要な要件というのも一応まとめて書いてあって、フォームとかも全部リンク貼ってありますが、データ提供を可とするようなインフォームドコンセントがちゃんと取られているかということで、そのインフォームドコンセントそのものでなくていいんですけど、そのブランクのフォーマットですね、そういったものを見せていただいたり、あるいはやはりそのデータ、こういったデータを、その公的なデータベースに提供していいよということを倫理審査をちゃんとやっていただいているかということですね。あとは、その一旦それ OK ということになりますと、データに関する情報を提供していただくということが必要になりますし、それから実際にその、JGA とやそういったデータベースの方へ登録する作業というのがあります。でそれも、結構ちょっとそのメタデータとか整えたりするのとか、サンプルの情報とかですね、いろいろ結構細かく入れていただくので結構お手間なんですけど、そういったこともしていただいた上で、論文に必要な ID がそこでゲットできますので、この辺はちょっとお手間をおかけしますが、そういうことをやっていただくということです。で詳細はガイドラインにやはり書いてありますので一度読んでいただいて、それから、オープンなデータにするときも、私たちのこの中では、人のデータベースから公開するということになりますし、個人のデータなんだけどちゃんとこう丸めてて、オープンにしてもいいんだよっていうようなこととかもちゃんと倫理審査していただいているという状況も確認させていただきたいので、非制限公開データの場合も一応申請が必要ということになっております。はい、ここまで今回ですね、その人のデータベースの私たちがやってる
ということで、あのなんかその解析のこととかちょっとなんか教えてっていうふうな感じでリクエストをいただいたんですけども、でも実際やっぱデータを使うとなると申請が必要ということでハードルがあって、あの私たちのところでもこれサンプルでこんなことできますっていうのをなかなかお見せすることができないんですね。で、インターフェース的にもそのなんていうんですかね、そのこういう検索窓でこういうデータが直見えるっていうのはちょっとインターフェースにはなってなくて、まあ、こういうデータがあるよということが分かる、まあ、ある意味あのデータの先ほどのアーカイブのような状況に近いものですので、今回ご紹介するのがこういう形になりましたけれども、ぜひあのご利用、まあ、それからご提供もできればお考えいただければと思いますので、よろしくお願いします。さて、あともうあと15分ぐらいなんですけれども、あとこれから後のパートも私の方で担当します。その他の人気のサービス例ということでいくつかご紹介したいと思います。また NBDC のトップページに戻っていただきますと、今度は、右上といいますか真ん中というかその上の方にですね、日本語や動画で分かりやすくって小さく書いてあるのもあるでしょうか。ここのメニューがですね、実はそのアクセス的にはかなりうちの、ここのサービスもここのページもそうですし、あとそれから実はこのサービスをやってるのは DBCLS だったりしますので、 DBCLS でも、まあ、トップアクセスのサービスになっているものです。これをご紹介したいと思います。一つ目は統合テレビというもの、統合 TV というものです。この統合 TV はですね、データベースやツールの使い方やそれからこういった講習会の動画とかも含めてですね、を配信するサービスになっています。で、動画の数がもう1000本以上ありまして、で、まあ、こういった講演の場合はあの基本的にこのスライドとその講演の動画の組み合わせみたいな感じでこうやってダラダラ流すような感じになるんですけれども、DB とかツールの使い方っていうふうになりますと、その画面上でこういったことやります、こういったものを入力しますといった感じの吹き出しによって日本語でその使い方をその通りにとりあえずやればできるっていうような、そういった解説になってます。短いものですと3分ぐらいのものからもありますし、長いものはもうちょっと長くてもうちょっと詳しいものとか、アドバンス版みたいなものちょっとあったりしますけれども、そういったものなので、またここであの検索もどういうツール名とかで検索もできますので、そういったなんか自分があの使ったことないものが出てきちゃったんだけど使い方よく分かんないなっていう時になんかここを一回見ていただくともしかしたらヒットするんじゃないかなというところです。から、YouTube からも視聴できるようになってて全部 YouTube に上げてあるので、もしかしたらその統合テレビだということをご存知なくてもきっと見たことあるようなこともあるんじゃないかなと思います。で、本日紹介したカタログとか横断検索とかアーカイブとかも使い方も全部動画がありますので、ぜひこちらの統合テレビトップページにアクセスしていただければと思います。これ DBCLS の方のサイトのページなんですけれども、あそこにありますね、こう今日の講習会の動画も後ほどここからアップされますっていうのもありますし、それから一応こう新着的なものが出てくるのと、それから関連するタウンから検索ということで、例えば遺伝子に関するような動画だけバーッと見るとかですね、そういったことができるようになっています。あとはキーワード検索、あそこですね、真ん中辺にちょっと上の方に検索窓にキーワードがあるので、そういったところでキーワード検索していただいてツール名などで引っ張ってきていただくと役立つような動画があるかなと思いますので、ぜひ見てみてください。きっとどっかで見たことあるんじゃないかなと思います。それから、2つ目のサービスはですね、ライフサイエンス新着論文レビューというものです。これはですね、日本語による英語論文の解説記事になります。ネイチャーとかサイエンスとかのトップジャーナルに掲載された記事の絵、第一視聴者ファーストオーサーが日本人のものについてその人に解説記事書いてくださいということをこちらからお願いして書いていただいているものです。で、公開数が940本以上日々増えておりますので、これもどんどん数増えておりますが、文章や図の再利用が可能というところが大きな特徴です。というのはですね、例えばネイチャーとかサイエンスにご自分で論文掲載されたときに、そのところに書いた図とか自分が使えないのをご存知でしょうか。その著作権はなぜかネイチャーに行ってしまうんですよね。なので、再利用するときに非常に困るんですけども、私たちのところでは、そういったトップジャーナルに出た内容を周りの状況も含めて解説記事をもう一回書いていただくときに、図なんかも全部書き直して書き起こしてもう一回別の図にして
掲載したりしています。それから文章についてもその書いていただいた先生に先ほどから出てきます CC by ですね、その先生のクレジットをちゃんと書けば使って再利用してもいいよというような条件で書いていただくということをお願いしていますの で著者 URL のクレジットを表示することで図や文章を再掲しても構わないというそういったものになっています。でこれ見かけはこんな感じでファーストオーサーズというサービスなんですけれども、こんな感じですね、文章も書き下ろしだしそれからこういった図なんかも、こちらでその元の図をいただいてこちらでまたトレースしたりしてまた図も書き直したりしてますので自由に使っていただくことができるようになっています。ここにダウンロードっていうところもあるようにお分かりかと思います。でもう一つこれと似たようなサービスなんですけれどもライフサイエンス領域融合レビューというのがあります。これはですね先ほどのはもう最先端でネイチャーだのサイエンスだのそういうところに皆さんが書かれた論文をベースにレビューを書いていただくんですけれどもこれはもうちょっと広い学問分野とか領域を対象にした日本語のレビューになります。でこれもすでに54本ぐらいあるんですけれども、基本的にその学会さんですね分子生物学会ですかタンパク質学会細胞生物学会あまりこの中ちょっと医学系が入ってないのがあれなんですけど、こういったところに、ある学問分野について書いていただける先生をご紹介いただいて書いていただいているというものです。で文章の量も先ほどの、新着論文レビューよりももうちょっと長めですし、広い領域をカバーしているということでちょっとまとまった文章になりますがこちらも文章や図の再利用が可能な CC 表示により配布を OK としていただくようなこと条件で書いていただいてますのでこちらこそですね多分もしかしたらそのいろんな、新たな領域のことを始めようと思うときに前提となるような情報としてこういうものがあるということでお使いいただくような場面も結構あるんじゃないかなと思います。こちらリーディングオーサーズという名前でこういったページでご紹介をしていますけれども、PDF でダウンロードもできるようになっているのでこういった形でプリントしてもいいですし持ち歩いてもいいですしということで、お使いいただいて お読みいただけるというものになっています。さてちょっと今まで長々いろんなサービスについてお話ししたんですけどもちょっと終わりにということでいくつかお伝えしておきたいことがあります。生命科学に関するデータベースの統合っていうのをやってるのは私たちのところは文部科学省の下にある組織なんですけれどもそこだけではないです。実は、経済産業省ですとか厚生労働省それから農林水産省、こういったところも、いろいろな形で生命に関わるデータをこれまで生み出すプロジェクトなんかもいろいろやっておりましたので、ここの4省が一応協力をしてですねこのインテグバイオというページを作って、それぞれが、集めてきた成果をそれぞれが共通で使えるようにしようということをやっています。一番最初にご紹介したカタログインテグバイオデータベースカタログという名前にしていただくからもお分かりのように実はここにあるデータベースを探すのカタログのリンクが同じ検索窓になっています。で、こういったことで、関連しているようないろんな省庁さんの下にあるこういう研究所ですとかそういったところと、一緒に連携をしながらデータベースを、日本オールジャパンでいろいろ集めていきましょうということを今やっているところです。でただですねデータ共有に対するなんか我が国の課題ということでちょっとなんかまだまだ課題はあるんだということを一応最後にお伝えしておきたいのでこの1枚を入れたんですけれども、データ共有に関する国レベルのルールやガイドラインが欠如しているというのがまだまだ状況です。先ほどオープンサイエンスということで国がやっと動き出したということもお話ししたんですけれどもなかなかその具体的なルール作りのところまで行くとなるとまだまだできてないのが実情なんですね。それから、人のデータベースについても、私たちのところでああいったルールを作って曲がりなりにもそういった仕組みを回していこうということで始めてはいるんですけれども、そういったところも国レベルで何かルールを本当作ってほしいなって私たちのところでルールを作るんじゃなくて本当は国レベルで作ってほしいんですけどもそういったところも今その個人情報の扱いとかいうところでゲノムはどうのとかいう話を 今現在進行形で本当にやってるところなので今後どうなっていくのかちょっとわからないところなんですけどもそこもなかなか具体的なルールとしてなかなか出てきてこないので非常に、私たちも困っているそういうのを見ながら私たちのところで具体的にいろいろ考えなきゃいけないなというのが困っているということです。
ただ一方ではですね、正式名称ちょっと忘れてしまいました。エーメドっていう略称名を聞いたことあるでしょうか。日本医療なんだっけという新しい機構が1年半前ですかにできましたけれども、そこがですね、いろんな省庁でもともと人に関するいろんな研究をやっていたものを全部そこになるべく集めて、人に関するデータの取り扱いなんかも決めていきましょうというようなこともやってますので、今後、特に人に関するデータについてはこういうところが中心になって、私たちとこの連携しながら動けるんじゃないかなということを考えています。あとはまだまだ人が実はこういうバイオインフォマティクス的なことをやる人っていうのは非常に不足してまして、欧米のさっきの方の、NCBI とか EBI に比べて DDBJ センターとかですね、私たちのセンターも含めて非常に予算も人的な規模もすごい少ないというのが現状です。なかなかそこはうまく解消していかないんですけれども、そういったところが不足しているということで、なかなか、思い切ったいろんな施策ができないというのことがあります。といったまだデータ共有に関する課題はいろいろあるにしてもですね、少しでも私たちのところそこを進めていきたいと思っているので、で一つには皆さんがこういったサービスをいろいろ利用してくださることが実は私たちのところを後押しすることにもなりますので、ぜひ使えるなというふうに思っていただけたら幸いなので、ぜひ今後とも使い続けていただけたらなと思います。でじゃあこれで、NBDC に関するサービスのご紹介をここで終わりにします。ありがとうございました。これからもいいですか。特になんか質問とか全体を通してでもいいですか。何かありますか。なければ一応ここからお昼休みということでちょっと長めなんですけど13時までですよ。13時までのお昼休みになります。でその間誰かこの辺にいますので、もしその時に聞いていただいてもいいですし、午後もいる人を捕まえて質問とかもしていただければ結構なので、ではここで1回休憩に入ります。ありがとうございました。